アレクサンダー・ミラー・カップは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン生まれ、フロリダ州、インディアン・ディバーグン・ベロビーチ育ちのプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。メディアによっては、コブとも表記される。フロリダ州ベロビーチで育った、少年時代には当時ロサンゼルス・ドジャースが、同地のドジャータウンで、スプリングトレーニングを行っており、 その期間中のプレシーズンゲームでバットボーイをしていた。2006年の MLB ドラフト40目でタンパベイデビルレイズから指名されプロ入り。2011年5月1日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビュー。この1試合の先発のみで一旦トリプル A 級ダーラムブルズへ降格したが5月31日に再昇格した。6月7日のエンゼルス戦で6回1。 3を1失点に抑え、メジャー初勝利を挙げた。タンパベイレーズ時代2012年は、2関東を含む11勝をマークして、飛躍を遂げ、先発ローテーションに定着。2013年は、6月15日のカンザスシティロイヤルズ戦で打球が頭部を直撃して一時、離脱したものの、最終的に前年と同じ11勝、防御率2.76と好成績を残した。 また、10月1日に行われた、クリーブランド・インディアンスとのワイルドカードゲームでは、先発を務め、7回途中まで無失点で、勝利投手となった。2014年は初めて規定投球回に到達し、3年連続の2桁勝利となる10勝を挙げた。2015年は、早々に開幕投手に指名されていたが、開幕を故障者リストで迎えた。さらに5月には、 トミー・ジョン手術を受けることとなり、同年中の復帰は絶望となった。2016年9月2日、1年と約4ヶ月ぶりにメジャーのマウンドに復帰した。復帰直後ということもあり、同年は5試合の先発登板で防御率8.591勝2敗という内容だった。2017年には先発陣の一角として復帰した。 7月21日のテキサス・レンジャーズ戦では同じくトミー・ジョン手術を受けた相手先発のダルビッシュユと両者8回3失点の投げ合いを演じ完全復活を印象付けた。オフの11月2日に FA となった。球団はクオリファイングオファーを提示したが11月16日に拒否した。2018年3月21日に ボルチモアオリオールズと4年総額5700万ドルで契約を結んだ。9月23日に水ぶくれを悪化させたため、シーズンの残りの期間は欠場することになった。4年契約の最初のシーズンを28先発で5勝15敗で152回と、1、3回を投げ102奪三振、防御率4.90を記録した。2019年3月13日に、球団から、 開幕投手に指名された。一週間後、10日間の故障者リストに入って、開幕を迎えた。4月28日に、腰痛の緊張で3回目の故障者リストに入る。怪我までの成績は、12回と1、3回を投げ9、本類打を許していた。5月22日に60日間の故障者リストに、移動された。六月十一日には股関節の手術を受ける必要が、 あることが明らかになり、残りのシーズンを欠場した。飛打球平均速度は MLB で最も高く、また、通打率も最も高かった。2021年2月2日にジャーメイ・ジョーンズとのトレードでエンゼルスへ移籍した。平均球速91マイルパーアワーのカーブ、平均85マイルパーアワーのチェンジアップを投げる。フォーシームとチェンジアップが、投球全体の約1。 3を占めている。2014年に通常のカーブからナックルカーブに変更すると2017年からは新たにスプリッターを投げるようになった。ありがとうございます。